よさ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 。なんだ、地震？それにしちゃなんだか気持ちいいけど、ダメだ、また眠く。はあ。エニグマ駆動、出力ミニマム、極小レベル、凍結プロセス展開、発動。それ、冷た。え、おはようございます、ロイドさん。ああ、おはよう。あれ、なんでティオがここに？ミーティングの時間なのにロイドさんが降りてこないので起こしに来ました。な、もうそんな時間だったか。でもおかしいな、何か冷たいものが首筋に当たった気がするんだけど、夢だったのか？いいえ、夢ではないです。いくら揺すっても起きないので極小のダイヤモンドダストを発生させてみました。ちょっと待て、なんか聞き捨てならない言葉を聞いた気がするんだけど。大丈夫です、出力最低にしましたから。バッチリ目が覚めたのでは？それはまあそうだけど、それに寝てる人を起こすのにどうすればいいのか迷って、それでつい確実な方法を選択してしまいました。どうすればいいのかって、そっか、この子は今まで他人を起こした経験も。ロイドさん、その怒りましたか？いや、怒ってないよ。でもこれから起こすときは揺するだけじゃなくって声もかけてくれ。それでちゃんと起きられるからさ。なるほど、そうなると、おはようございます、ご主人様と呼びかければいいんでしょうか？なぜそうなる？では、お兄ちゃん起きないと足毛にするんだからね、とか。どこから仕入れた知識だよ。冗談です。エリーさんと朝食を用意したので着替えたら降りてきてください。それでは。な、ちょっと待った。何でしょう？ありがとな、ティオ。俺を気遣って様子を見に来てくれたんだろ。はな。なんだか昨日悩んでいたのがどこかに行った気がする。ティオには感謝しないとな。記念祭も4日目、今日も忙しくなりそうだ。さてと、4日目の業務を始めよう。新しい妖精が入っていないか念のためチェックしないとな。そうね、今日は市内でパレードもあるし、逆に郊外に足を伸ばしている観光客もちらほら出ているみたいだし、紛失物とか迷子とかいろいろと入ってきそうですね。まあそのあたりは正直全部は面倒見きれねえけどな、俺たちでやれる範囲のフォローをしていけばいいんじゃねえか。なあ、そうだな。